ほどかないで、ほどかないで、そこに真理はないの。意気地なしで一人きりで、きっと隠してた。Isolated、閉ざされた。今は届きはしない。Isolated、書かれて。
だろう。容赦はしません。私の番。よしっと。せい。それ吹き飛べ。撃破。あとは私が。できました。押し切れ。できました。せいや前倒しました。私の番。よしっと。はっやせい。あったれ。倒した。押し切れ。準備 OK だ。えい、それ吹き飛べ。せーの、デリート。
できました。できました。そう、いや、前、そう、え、倒しました。気合で跳ね抜けます。行くよ。
前へ。ここで倒れて。任せて。このまま押し切れ。よしっと。効果発パワーアップです。さあ、いくよ。倒した。いらっしゃいませ。そうそう。そんなものかな？お呼びでしょうか。そうそう。お呼びで、それではまた。出発するよ。
任せろ。やらないよ。冷静になりましょう。私の番。よしっと。せい。それ。吹き飛べ。終わりよ。やった。勝利です。それ。時は俺だ。やっと見つけた。そうだ、リディアにリリーの画像を見せて、他の NPC で同じようなモデルがあったか確認しないとな。ツインテールね。王女様というよりはなんか原宿系っぽいよな。水無さん、リリーのデザインってお顔も髪型ももっといかにも王女様って感じにしてましたよね。金髪だったし。そうだったか。さすがに全 NPC の容姿までは把握してなかったからな。今のリリーもこれはこれで可愛いんですけど、見覚えのないデザインなので不思議です。これもバグの影響でしょうか。多分な。キャラクターモデルの ID でもずれたのかもしれない。キャラデザイナーのリディアに確認してみるか。リディアにもかけてみるか。起きてるかどうかは五分五分ってとこだろうけど。変だな、コールも鳴らなかった。もう一度かけてみるか。あ、リディアか。お客様のおかけになった電話番号は電波の届かない場所にあるか電源が入っていないためかかりません。あいつ会社が休みだからって夜更かししてそうだよな。取りためしてたアニメでも見てて今寝たばかりかもしれないな。とりあえずライムで画像とメッセージだけでも送っておくか。キャラをデザインした当人ならリリーみたいなデザインのキャラが他にいるかどうかわかるかもな。さすがに疲れたな。あいつが無事なのは分かったが、肝心の居場所がな。シーナ、お前は今どこにいんだよ。何も気味が悪いくらい。確かあの公園会社の割と近くだったよな。ここが噂の心霊スポット。これが例のいや。おや？びっくりさせてしまった。通り
こちらなあ、おあーゲー助かり確かうんあなえこの傷普段の話上噂でそのノーこのよこのいなおいいわかな あなたうんおかまあ私たち水な別うんまあどうぞどまそちょうど人が足も出なかったのに試しにこの文字列をここに置き換えてみるとどうなる消えた嘘だろあのバグがそうさ水増さんああ、悪い。ぼーっとしてた。そうだ、シーナ。ずっと消せなかったバグがまた一つ消せたぞ。本当ですか？これでお前のサポートも、やれることが増える。水無さん。ん？ありがとうございます。なんだよ、改まって。あ、なんだ？誰かしらには会えるだろう。スミコたちも出てきてくれればいいんだが。お？なんだ？
この辺りで事件でもあったのか。あなた社員の方ですか。何です、いきなり。エニグマの方ですよね。話を聞かせてください。今回の騒動は御社とやはり関係が。え、日本国内だけでなく世界各国の経済ネットワークまでが一部ダウンしています。あの画面はどういう意味なんですか。ちょっと待ってください。あなた方の言っている意味が俺には全く。確かに俺はエニグマの社員ですが、騒動って何のことですか。やっぱりここの社員か。なんだお前らは、ハッカー集団か。は？お際か、なんてタイミングだよ。もしもし、アラタ、あんた一体何したの。ってお前もかよ。俺が何をしたってんだ。ブレイキングニュース。数時間前より世界中で同時多発している正体不明のサイバー攻撃に関する続報をお届けします。本日未明、無差別に選定されたパソコンなどの電子機器が所有者の意図しない動作を一斉に始めた事件で、メールで送信された感染プログラムにより記録部分に負荷を与えられ、コンピューターを破壊するなどのマルウェア行動による被害は依然広がり続けており、コンピューターを使用した機器や乗り物、国内外のマーケットが事実上機能停止させられるという事態に陥っています。犯人による不正アクセスおよびオペレーションシステムの破壊が行われる際に表示される謎の画面を調査した結果、2年前都内にあるソフトウェア開発会社が手掛け、現在は停止されているオンラインゲームで表示されるものであると判明。警察は不正指令電磁的記録作成の疑いで捜査に乗り出すと発表しました。ソフトウェア会社前には現在多くの報道陣が詰めかけています。もっと、もっとちょうだい。は？なんだよ、これどうなってんだよ。ねえ、今どこ？ニュース見た？今見たとこだよ。会社の周りやばいよ、囲まれるから。やばいも何も、もう囲まれてる。終わらせた。なんで行っちゃうかな。あれ、オデッセイの画面よね。今朝のアグルニュースでも大々的に記事が載ったのよ。エニグマが関わってる可能性があるって。はあ？普通に考えて、わざわざ証拠を残すやつが犯人なわけないだろ。そうだけど、あの画面が出てる以上無関係とも言い切れないでしょ。捜査令状も出てるかもしれない。すぐそこを離れて。何もしてないのに、なんで逃げなきゃならないんだよ。休みが明けて、ホーム部で動く前に変な現地でも取られてみなさい。それを盾に会社傾けたら、あんた責任取れんの？
おい、お前何のんきに話してんだ。分かってるのか、世界規模の経済損失だぞ。おい、ったくうるせえな。こいつわざと怒らせようとしてるよな。見え見えなんだよ。ただいま事件に関与していると思われる会社の社員と名乗る男性に話を聞いておりますので、新しい情報が入り次第お伝えします。とにかく早く離脱して、後で連絡するから。わかったよ。おい待て。待ってください、もう少し話を。各国の首脳も犯人を非難する声明を発表しています。これほど大規模なサイバーテロ事件は過去に類を見ない。犯人は直ちに手を止めるべきだ。さもなければ然るべき罰を受けることになるだろう。
これくらい。順調そうだな。
じゃあ行くよ。あと私が。準備 OK。どうぞ。どうぞ。はっ、ここからが本番。もう逃がさない。これで食えないでしょ。行くよ。
できました。で、と、どう？ここで倒れて、私の番。よしっと。よっ、せ、吹き飛べ。終わりよ。できました、できました。と、や、は、弾き飛ばし、やりましたね、やりましたね。えい、このチャンス無駄にはしません。行く、よしっと。ここは俺が何とかする。飛べ、終わりよ。あと私ができました。はっ、と、どう？うわっ、なにこれ。あっ、私の番。よしっと、できました。はっ、や、前、これで倒れて、行くよ。よしっと、それ、よっ、せ、たーっ、いきます。終わりよ。
行くよ。フラグが立ってるわけじゃなくて接触判定のバグのようだな。またバグ。プログラムコードを見てみる。バグを修復できれば通れるようになるはずだ。なんだろう、なんだろう。私の番。よし、やっ。
るよ。あとは私が。覚悟しなさい。どうぞ。許さない。逃がしません。なんだろう。それじゃあ行くよ。まずよしと、えい、それ、ホームラン、終わりよ。行きます。できました。と、え、どう？行くよ。よしと、はっ、たー、ここは俺が終わりよ。手加減しません。できました。で、や、どう？やりましたね。
もしもし、アラタ？あんた一体何したの？もしもし、アラタ？あんた一体何したの？もしもし、アラタ？あんた一体何したの？また寝落ちしてたのか。目覚ましかけといて正解だったな。あいつ、大丈夫かな？シーナ、報告だ。こっち、俺が。今の、何ですか？はい。さっき死んでたから。サンキュー。あいつ。ほどかないで、ほどかないで、そこに真理はないの。意気地なしで一人きりできっと隠してた。アイソレ